七クマ。僕は岸部壮太。半年前、上司にミスをなすりつけられ、自主退職と銘打ったリストラに遭い、わずかな退職金と貯金で食いつなぐニートだ。裁判を起こす気力もなく、泣き寝入りした僕は、それから必死に就活をしているが、この半年間、まだどこにも採用されていない。お、何か蹴った。今日もいつものように就活終わりで帰宅しようとしたら、何もないはずのアパートの通路に、柔らかい何かが落ちていた。え？人じゃん。ごめんなさい。大丈夫ですか？意識はあるみたいだけど、どうしてこんなところに。あれ？この子、隣の。なっか。何ですか？もしかして、蹴ったところが。お腹、減った。え？はぁ、美味しかった。ごちそうさまでした。いや、ほんと助かった。お兄さん、ありがとう。この子は少し前に隣に引っ越してきた、舞浜咲さん。大学4年生で、第一印象ザ・ギャルな見た目で、少し慣れ慣れしい言葉遣い。人付き合いが下手な僕には苦手なタイプだ。いえいえ、お粗末様でした。それにしても、なんであんなところで倒れてたの？実は私、一人暮らし初めてで、生活費全部使い切っちゃったんだよね。30万くらいあったんだけど。30万も？2週間くらいでなくなっちゃった。はあ、どれだけこの子は稼いでるんだ。いや、親が金持ちなのか。それにしても金銭感覚がおかしすぎる。彼女は今まで実家暮らしをしていたけれど、父親に言われて一人暮らしをすることになったらしい。一人が寂しくて毎日外出をしていたら、すぐに生活費を使い切ってしまったということだ。これからは金銭感覚をお兄さんや他の人と同じくらいにしないと。一般的な感覚であればいいと思うよ。僕のは当てにしない方がいい。え？なんで？僕今無職なんだ。一応退職金と貯金で食いつないでるから、普段の食事は質素なものだよ。え？働いてないの？まあいろいろあってね。めっちゃ気になる。これからの参考によかったら話聞かせてよ。僕は彼女の勢いに負け、無職になった経緯を話した。彼女は時々最低なんて言いながら、親身になって話を聞いてくれて、救われた気持ちになった。どこかで誰かに愚痴りたい気持ちもあったのかもしれない。ほんとありえない。その上司、自分のミスを他人になすりつけんな、クソジジイって感じ。まあね、もう終わったこととはいえ消化不良だよ。あと会社もダメだね。上司の言葉が正しいみたいな態度でさ、そんなの許せない。ありがとう、そんなに怒ってくれて。別にこれくらい普通だと思うけど。そうかな。でもこうやって話したことでちょっとすっきりしたんだ。だからありがとう。どういたしまして。それはそうと、舞浜さん、さっきでいいよ。そう、じゃあさきちゃんでいいかな。ちゃんとか久しぶりに聞いたんだけど、全然オッケー。さきちゃんはこれからの生活大丈夫そう？自炊も得意じゃないんでしょ？ご両親に相談して何とかした方がいいと思うんだけど。あーね、どうしよっかな。あ、いいこと思いついた。ん？お兄さん、私の家政婦にならない？は？お兄さん仕事探してるんでしょ？で、私は生活能力がないから、お金出すから家事のやり方を教えてほしいの。つまり家事全般の家庭教師ってこと？そうそう、そういう感じ。生活費の30万の中から家庭教師代は出すからさ。なるほど。確かに家政婦みたいだけどちょっと違うか。私は家事を覚えられるし、お兄さんも少しお金が入るからウィンウィンでしょ？まあそうだね。ってことで決まり。今月の生活費はもうないから、お父さんに頼んで少しだけもらうね。え？ああ、うん。じゃあよろしくね。ビシバシお願いします。よし、まずは目玉焼きでも作ってみようか。あれからサキちゃんに言われるがまま、家事能力向上のための家庭教師が始まった。掃除と洗濯、そして炊事。今日から少しずつご飯の炊き方からコンロの使い方を教えることになった。うわ、焦げた。最悪。ちょっと火が強かったみたいだね。初めのうちはよくあるよ。
やっぱご飯は蒼太くんに任せちゃおっかな。それじゃあいつまで経っても生活能力が身につかないよ。それはお父さんに怒られる。じゃあもう一回やってみようか。はーい。最初のうちはお兄さんと呼ばれていたが、いつだったか名前を改めて聞かれて蒼太くんと呼ばれるようになった。さすがギャルは人との距離を詰めるのがうまい。人付き合いが苦手な俺はその才能が羨ましかった。結構うまくできたんじゃない？うん、2回目の目玉焼きはうまく焼けてる。上出来だ。蒼太くんの教え方が分かりやすかったからだね。ありがとう。意外と素直で可愛いところあるんだな。そういえば蒼太くんって前の仕事ではどんなことやってたの？前の仕事はシステムエンジニアみたいなことやってたよ。パソコンでこうカタカタ一日中やってる感じ。え、普通にすごいね。蒼太くん家事もできてパソコンもできるとか最強じゃん。それはさすがに言い過ぎだよ。普通にパソコン触るだけなら誰だってできるよ。私スマホ使うのでさえやっとだよ。ギャルなのに？意外だね。ギャルでも不器用な子もいるんだよ。で、就活はどこか決まりそう？そうだね。中途採用って僕くらいのスキルじゃなかなか雇ってもらえないみたい。一通りの業務はこなせるのだが、なぜかずっと不採用。そろそろエンジニアの職を捨てて他の仕事に切り替えた方がいいのかもしれない。いつまでも無職であればあるほど採用される確率はぐっと下がる。仕事なくてもこうして蒼太くんと一緒にいられるの私は嬉しいけどな。ありがとう。でも仕事しないと生きていけないから。確かにお金は大事だもんね。応援してるね。うん、ありがとう。あれは2週間前、引っ越しの挨拶で訪ねた隣の部屋のお兄さんがまさかのドストライク。完全に一目惚れだった。あの隣に引っ越してきた舞浜咲です。岸部蒼太です。隣同士これからよろしくお願いしますね。笑顔も素敵すぎる。こちらこそよろしくお願いします。初めての会話はこんな感じだったと思う。正直よく覚えてない。それから時々見かけるお兄さんに目を奪われながらいつも通りの生活をしていたらお金がなくなった。嘘、まだ2週間経ってない。財布の中に1枚もお札が残っていないことに驚き、ご飯を作ろうと思ったけどどうすればいいのかもわからない。とりあえず冷蔵庫に入っていた食べられるもので食いつないでいたが、それもすぐに限界が来た。お腹減った。恥を忍んでお兄さんに助けてもらおう、そう思って外に出たけれど、空腹で体力も出ず意識が飛んでしまった。大丈夫ですか？お腹減った。気づくと私は抱きかかえられてお兄さんの部屋に連れて行かれた。一瞬ラッキーと思ったけど、お腹が空いてそれどころじゃない。お兄さんの美味しそうな手料理がテーブルに並び夢中で食べた。めちゃくちゃ美味しかった。僕今無職なんだ。そう聞いた瞬間ひらめいた。お兄さん、私の家政婦にならない？それからはもう私の生活はバラ色だ。こんな生活がずっと続けばいいなんて思ったけれど、蒼太くんは時々曇ったような表情をすることがある。多分就職のことだ。力になってあげたいけど、私ができることは親のコネを使うことくらい。でも誠実な彼はこんなことをしても喜ばないだろう。だから私はただ応援することしかできなかった。じゃーん、ご飯できたよ。評価して。うん、すごい見た目は綺麗にできてるよ。なんだろう、何か様子がおかしい？やったね、食べてみて。ちょっと自信あるんだ。うん、いただきます。どう？うん、美味しい。魚はちゃんと火が通ってるし、スクランブルエッグもいい感じの火加減だね。サラダと白米も美味しいよ。だいぶ上達したね。本当？嬉しい。食事の用意ももうレシピ見ながらやったら完璧になれるね。僕のお役もごめんかな。なんで？ダメ、まだ蒼太くんに教えてもらいたいことあるから。必要なことはもう教えきったと思うんだけど、
ソータ君がいなかったらまたお金たくさん使っちゃう。ダメ、絶対ダメ。せっかく毎日こうやって会えてるのに会えなくなるなんてやだ。僕を必要としてくれてるのはありがたいんだけど。ねえ、どうしたの？何かあった？ちょうど今、最後の頼みの綱だった企業からもお祈りメールが届いたんだ。そろそろ貯金もなくなるし、実家に帰ろうかなって。やだ、寂しくなる。私、ソータ君と離れたくないんだけど。そう言ってくれるのは嬉しいけど、就職ができないからさ。就職できたら一緒にいてくれるの？え、うん、まあそれなら引っ越す必要もなくなるから。よし、わかった。私に任せて。あ、お父さん、今から会わせたい人がいるから時間空けといて。お金は大丈夫。また後でね。ソータさん、スーツ着て。え、今から？どうして？面接に行くよ、早く。は？わかった。サキちゃんのお父さんって社長さんだったんだ。まあね。だから正しい金銭感覚をつけるために一人暮らしさせられたってわけ。とにかく今は私に任せて。うん。お父さん。サキ、何なんだ急に。会わせたい人がいると言っていたが、その人か？この人、私の部屋の隣人の岸部聡太さん。はじめまして。私が生活費使い果たして倒れてたところを助けてくれたの。そうだったのか。岸部さん、娘がご迷惑おかけしました。いえ、大したことはしてませんので。それでお願いがあるの。ソータ君をお父さんの会社で雇ってほしいの。なんだって？私は必死に彼のことをお父さんに売り込んだ。隣でソータ君はあわあわと困惑している様子だったけど関係ない。事情は分かった。岸部君が以前勤めていた会社と取引があるから、担当者を通して話を聞いてみよう。ダメだよ、会社ぐるみだったんだから本当のこと話すわけないじゃん。そこはこちらの権限を使ってでも吐かせるさ。それに彼の話が本当だという証拠もないしね。そうかもしれないけど。一週間だけ時間をくれ。話が本当だったら採用しよう。本当？やったね、ソータ君。ありがたい話ですが、いいんでしょうか？まあ社員が一人増える分には問題ない。君にはまだ聞きたい話もたくさんあるしな。はい。ソータ君は私の恩人なの。変なことしないでよ。ああ、大丈夫だ。では、一週間後にな。ありがとう、サキちゃん。これくらい、ソータ君にしてもらったことに比べたら小さいことだよ。なんか、情けないね。どうして？私がしたくてやったことなんだから気にしないで。うん、ありがとう。サキちゃんに救われたかも。私は、狙ってるソータ君が好きなの。これくらい大したことないよ。ありがとう、そう言ってもらえて嬉しいよ。あれ、告白のつもりだったけど伝わってない？そう言ってくれるサキちゃんのためにも頑張るね。私にできることなら大好きなソータ君のために頑張るから。ありがとう、お互いまずは自立できるように頑張ろうね。やっぱり伝わってない。なぜ食事会にまで招待していただけたのでしょうか？先週の件で話をしようと思ってね。先週の件？もしかして娘に手を出すなとかそんなやつ？岸部君の話を確認した。あ、そっちの話か。よかった。サキが言っていたように、最初は隠していたけど、取引についてちらつかせたら全部話したよ。君に汚職をかぶせたって。やっぱりお父さんナイス。その後、社長をもとい、サキちゃんの父親は調べたことについて説明してくれた。おおよそ僕が知っていることではあったけれど、一番驚いたのは再就職をさせないと言わんばかりに濡れ衣を関係各所、同業者に不意調していたそうだ。どうやら濡れ衣を着せたことをバラされ、悪評がつかないようにするためだったとか。何それ、ひどすぎる。ああ、さすがにありえないと私も思ったよ。そこまで調べていただきありがとうございます。何を伝えればいいのかわからず、
僕は深々と頭を下げて感謝することしかできなかった。こんなどこの馬の骨かもわからない、しかも娘の紹介で就職させろと言ってくる男に対して、こんなにも細かく調べてくれたことには感謝しかない。いいんだよ、実際話が本当なら見極める必要があったんだ。君は就職に困っているそうだし、君が良ければ我が社で働いてくれないか。あの会社での実績は確認もしてきた。それだけの実力があれば即戦力だ。僕でよろしければぜひ。ああ、これからよろしく。ありがとうございます。感謝に加えて感謝しかない。咲ちゃんが社長令嬢であることは知らなかったけれど、彼女のおかげでつかめた縁だ。褒めをうずめる思いで頑張ろう。さて、これでひとまず必要な話は終わりだ。ここからは重要な君と咲との関係を聞こうか。え？聞けば生き倒れた咲を助けてくれたんだとか、その後は咲の部屋で生活能力を身につけるために家事を教えてくれたと聞いた。間違いないか？そうですね。でも頼まれたからとはいえ、大切なお嬢さんの部屋に当たり前のように出入りしていたのは軽率でした。申し訳ありません。分かっているならいいんだ。今後の付き合い方も改めてもらいたい。はい、分かります。嫌よ、蒼太君とはこれまで通りいたい。しかし年頃の娘の部屋に男が出入りしているのは。彼氏や婚約者だったらいいんでしょ？私は蒼太君が好きだから、婚約者は蒼太君しか許さない。いやえ、ちょっと待って、落ち着いて。そうだぞ咲、少し落ち着きなさい。どうして？どうせ婚約者候補何人かいるんでしょ？お母さんから聞いてるんだからね。その候補はそれなりの地位や財力がある人たちだ。将来的に我が社の助けになるんだぞ。そこに私の幸せは入ってないの？利益も大事かもしれないけど、私の気持ちも考えて。あの咲ちゃん、本気で言ってるの？同情とかだったら。本気だよ。それに就職できたら一緒にいるって約束したじゃん。あれってそういう意味だったの？僕はてっきり兄のように慕ってくれてるんだと。そんなんじゃない。私は引っ越しの挨拶をした時から一目惚れだったの。だから下心ありまくりで家庭教師のお願いもしたし、少しでも一緒にいたいと思った。だから告白してたのに。必死に伝えてくれる彼女が妙に可愛く見えて、僕の心臓がドキドキと高鳴っていることに気づいた。ありがとう。蒼太君は私のこと嫌い？そんなことない。嫌いじゃない。嫌いになれるわけないよ。咲ちゃんの存在には僕も救われてたから。じゃあ。あふん、私の存在を忘れてはいないかね。もういい感じだったのに邪魔しないでよ。いや、しかしだな。大体お父さんもいつまでそんな態度取ってるの？仕事の話もあったから黙ってたけど、そんな見え張ってうざいんだけど。咲ちゃん、さすがにそれは言い過ぎ。ごめんよ、少しは威厳ある父親らしくしたかっただけなんだよ。え？そんなの必要ある？婚約者候補も先方の推しに負けて断れなかっただけなの知ってるんだから。だってあいつらがしつこいんだよ。咲にはちゃんと好きな人と結婚して幸せになってほしいと思ってる。だったら蒼太君さえよかったら、私の彼氏ひいては婚約者になっても問題ないよね。最初からそのつもりだったよ。ただやっぱり少しくらい父親らしいことはしておいた方がいいかと思って。もうめんどくさいな。なんだ、どういうことだ？蒼太君ごめん、困惑させたよね。うん、何がなんだか。社長もさっきまでと様子が違うし。これが本来の私だよ。やっぱり咲が連れてきた男に舐められちゃいけないと思って振る舞っていたのだが、怒られてしまったよ。お父さんは婿養子なのよ。お母さんとは大恋愛の末結婚したんだって。一応社長だけど実権はお母さんが握ってるの。そんな事情僕に話していいの？何を言ってるんだい。君は咲と交際するんだろ？しないのかい？はい、お付き合いさせてください。こちらこそ娘をよろしくね。
さあ、話が長くなったけれど、食事にしよう。結局あれから料理を堪能させてもらったけれど、正直味を覚えていない。まさか咲ちゃんと結婚前提で付き合うことになるとは思わなかった。頭の中はずっとぐちゃぐちゃで、正直平静を保つのに必死だった。ソータくん、今日はありがとう。うん、僕こそありがとうだよ。前の会社の事情も知れたし、再就職先も決まって嬉しかった。それだけ？それと咲ちゃんとこれからも一緒にいられるようになって嬉しいよ。結婚前提だよ。私成人もしてるしね。そのソータくん、好きだよ。大好き。これからもずっと一緒にいてね。こちらこそよろしく。就職先が決まって、咲ちゃんという可愛い婚約者ができた。僕の両親は逆玉で驚いていたけれど、とても喜んでくれた。紆余曲折ありつつも、結婚して子供に恵まれてさらに幸せになるのはそう遠くない先のお話。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七熊では、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。